林明太郎は日本の相場し、商品先物取引で名を挙げ、一般投資家教育にも尽力した。坂田慶戦法を中心に相場技術に詳しく、その著書は証券会社の講習などにも使われる。陸軍士官学校第61期生。法政大学経済学部及び文学部卒業。幾度も小豆での成功と失敗を繰り返した後、 技法を中心とした取引に転換する。ヤマハ通商での事業は成功させることができなかった。その際、林は、相場の世界は実に、単純なんです。値動きは激しいし、生き馬の目を抜く世界ですが、すべてが企画化されていて、価格の交渉や仕入れ、販売ルートを作る努力とか、そんなものは不要です。だが、相場の世界でうまく立ち回れるからといって、 いわゆる商売が上手にできるということではありませんと述べている。林は日本の高度成長から1980年代今つのバブル景気に至る過程で大きな成功を収め、さらに市場が加熱した時点ではすべてを手じい休みを入れ、バブルが崩壊して、以後は10年にわたる売りに転じるなど市場の流れを見事に捉えた。また、生涯を通じて、 個人投資家教育に情熱を傾けた。テルタロウが設立した、林テルタロウ投資研究所は、子息の林智之が引き継いだが、中原線、縦玉法という投資資金の分割運用を軸とする、手法とファイ投資法を特徴とする。ファイ投資法は、通常投資対象としては避けられる、低位株を突き足で観測し続け、下がりきったところに仕込んで、 長期的な値上がりを狙うというものである。北海道の気象と小豆終了との関係 B6 番 45P。ありがとうございます。